悪いが、がつだけ頼みがある何かな簡単に負けるつもりはないがもし俺が死んだらしばらくでいいアスナが自殺できないように計らってほしいおおよかろう聞いとくんだ じゃない単純な殺し合いだ。 C... <laughs> Hã? 壊れてるのか <laughs> <laughs> わからない。でも団長は見当たらないよおい,おい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 やったじゃねえかキリノ字何ボサッとしてんだ倒したんだよラスボスをおめえは勝ったんだよ ああ本当にやったのかこれで、クリアなのかどうなんだ俺は見た倒したのを勝っただろこれそうだよこれで俺たちは解放されるぞ勝った勝ったんだよ終わったんだ キリトくんよかったうっ、うん、お二人さん見つめ合うのはエンディングテーマが流れてからにしてもらえますかね見せつけんなよなご両人 うらやましいな、この。茶化さないでよ、みんな。い,いさ、見てろよ。俺だってリアルに戻ったら彼女を作って幸せになってやるからな。うーん。ところで、キリト。俺たち、いつ戻るんだ 現実によ <laughs> ヒースクリフは倒したんだよなそれで終わりじゃねえのか私もそう言ってたの聞いてたよけど何も起こらない 何か、嫌な感じがするねじゃあ、なんで終わらないんだよ本当は、元に戻る方法なんてないんじゃねえのかキリト、俺たちはこれからどうすりゃいいんだよ おいおいおマジかよキリト先に進む扉が開いたぞ進むか。キリト君…キリト この世界は、現実のものではない。ソードアートオンライン、SAO。VRMMORPG と呼ばれるそのゲームは、ナーブギアのソフトとして、2022年に発売された。ナーブギアは、脳に直接信号を送ることで、 プレイヤーの五感すべてにアクセスすることができる新世代のゲームハード。それは完全なる仮想空間の実現。自分自身がゲームの世界へ丸ごと入り込むような体験に多くのゲーマーが魅了された。ナーブギアのキラータイトルとして期待されていた SAO は初回ロットがわずか1万本ということもあり、 即時完売。正式サービス開始とともに、ゲームの中に飛び込んだプレイヤーたちは、これから始まる冒険に心を躍らせた。しかし、そんな気持ちを一転する出来事が起こる。ゲームを開始してほどなく、プレイヤーたちはゲームを終了させるログアウトボタンがメニューから消えていることに気づく。 不穏な空気が次第に流れ始めた時、およそ1万人のプレイヤーたちの前に、突如、巨大な赤いローブのアバターが現れた。そのアバターは、自身を茅場ヒ彦と名乗り、この世界をコントロールできる唯一の存在であると言った。アバターが名乗った茅場ヒ彦という男こそ、この SAO の開発ディレクターであり、 さらにはナーブギアの基礎設計者でもあカヤバはプレイヤーたちに話を続けた「ログアウトのボタンが消えていることは不具合ではなくこのゲーム本来の仕様であるということ」さらに「ゲーム外部の人間がゲームを停止させたり解除させることもありえない」という説明がなされた。 つまり、すべてのプレイヤーは、この SAO という仮想空間から出ることができないということになる。そしてかやばから、このゲームの最も重要なルールが告げられる。外部からの強制的なゲーム停止の試み、またはゲーム中にプレイヤーのヒットポイントがゼロになったとき、 ナーブギアより発せられる高出力マイクロウェーブが脳を焼き、プレイヤーの生命活動を停止させる。無事にゲームから脱出するには、このゲームをクリアする以外に方法はない。かやばの話に唖然とする者、悲鳴を上げる者、泣き崩れる者。まさに、この SAO というゲームが、 デスゲームへと変貌した瞬間だった。デスゲームの攻略。命がけとなるこのゲームの攻略は、攻略組と呼ばれる戦闘経験に長けたプレイヤーたちが行っている。ゲーム開始時にいたおよそ1万人のプレイヤーは、その数を約6000人まで減らし、 SAO の部隊であるアインクラッドその全部で100層あるフロアのうち第75層までを攻略していたしかし第75層の攻略で多くの犠牲が出てしまう攻略を終えた時失った犠牲者の数に生き残ったみんなが絶望したただ一人を除いて ヒース・クリフ。最強クラスのプレイヤー・ギルド、血命騎士団のギルドマスターである。プレイヤー離れした強さを持つその男こそ、SAO という世界を作り、デスゲームを始めた長本人、茅場秋彦だった。正体を明かしたヤ場は、この場で自分に勝つことができれば、 全プレイヤーの解放を約束し、決闘を行い、破れた。ゲームマスターであり、創造主たるヒースクリフ、カヤバーキヒコを打ち破ったのだから、このゲームも終焉を迎えると思われたのだが、未だ、目の前に広がる仮想空間の世界。 ログアウトされない現状に不安を抱えたまま、次なる層、第76層へ進んでいく。2024年、11月7日、この仮想現実の世界に閉じ込められてから、ちょうど2年が経過した時のことだった。